国際医療福祉大学は、栃木県大田原市北金丸2600の位置に、本部を置く日本の私立大学である。1995年に設置された。大学の略称は主に国際医療。他に、国際医療福祉、国際医福大、医療福祉大、医療大、福祉大、国福、あいと。 医療福祉専門職の養成とその地位向上を目指し、日本初の医療福祉を専門とする総合大学として、1995年に栃木県大田原市に設立された。キャンパスは、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県に1カ所ずつと福岡県に2カ所の合計6キャンパスあり、本部のある栃木県をはじめ、千葉県、東京都、 静岡県に合計7つの病院がある。卒業生は、社会福祉協議会や医療機関、社会福祉施設などの社会福祉、医療分野や、行政、企業等の分野に就職している。福岡県にもキャンパスがあるが、これは、現在の福岡県大川市にもともとあった眼科の院が、総合病院となり、校区2階が、 国際福祉大学の設置母体となったことによる。このため、この大学と福岡県にある、学校法人、高木学園、複数の医療法人、社会福祉法人などとともに、国際医療福祉大学、校区に会グループを構成する。2016年4月、成田看護学部と成田保健医療学部の2学部から、なる、成田キャンパスが、京成本線構図の森駅前に、開設。 2017年4月には医学部が新設された。2018年4月、東京赤坂キャンパスを開設。赤坂心理医療福祉マネジメント学部の新設と合わせ、大学院のキャンパスを東京、青山から一転拡充した。成田における医学部新設医療費抑制政策の一環として、日本国政府は1980年から、 医学部の新設を認めなかった。成田キャンパスの医学部は国家戦略特区制度により新設が認められた。成田市は新東京国際空港の地元という立地を生かした医科系大学を呼び成田国際空港を核とした医療産業集積構想を策定し国家戦略特区による医療学園都市構想を提案していた。この構想の一部として 国際医療福祉大学が国際医療福祉大学医学部設置準備委員会を設立して医学部新設を検討した。成田市が取得の私有地を無償対応して補助金45億円を負担し、千葉県が補助金35億円を負担して、2017年4月に医学部が開設した。2020年には39か640床規模の 国際的な付属病院もオープンを予定している。国際性を重視する特区認定の趣旨により、医学部は定員140人のうち20人が留学生枠。1年生後期から2年生にかけて、ほとんどの授業が英語で行われる。さらに6年時には4週間以上の海外臨床実習を義務付けるカリキュラムで約30の国。 地域に協力施設を確保している。学部大学院別科風俗機関、国際医療福祉大学三田病院国際医療福祉、大学園系栃木県大田原キャンパス管理棟、東京赤坂キャンパス、小田原キャンパス以上のほか大学院のみのキャンパスとして、以下のキャンパスがあり、先行、コース、分野、家庭によっては、以下のキャンパスでも授業を受講することができる。 関連する他の法人による運営のものを含む広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。